あ、どうもこんにちは。こんにあ、こんにちは。ちは。え、何かされてるんですか？何も知らないよ。え、ずっと無言だったんですか？ずっと僕が来るまで。そんなわけじゃないけど、俺が「はよ寝ろ寝ろ」って言ってるだけだ。あ、そうですか。でも何もしてないと言ってたんで、ずっと無言で気まずい空気だったのかなと思って。そういうわけじゃないよ。あ、そうですか。え、じゃあどんなお話してたんですか？寝ろ。そうだか。やだって言ってる。その会え、話。もっと面白い話しましょうよ。例えば。そうですね。え、じゃあ今日何があったとか、今日の出来事などを。興味がないな。え、でも、寝ろって言ってる方がずっと興味ないと思いますよ。いや、僕は興味ある。って寝てもらった方が逆に助かるし。なぜ他の人が寝たらあなた得するんですか？え、何の得するんですか？何の得する？別に対して得という得はしたなぁとは思わないです。え、じゃあ、寝た感よし。え、なんでよしって思うんですか？だってもう寝る時間じゃん。いや、でもあなたはでも起きてるんでしょ？他の人寝たところであなた関係ないじゃないですか。別に関係ないよ。あなた何がしたいんですか？何がしたい？別にただ単純に、あれだよ、ゲームとかしてるし、お茶あげたいだけ。じゃあゲームしましょうよ。ゲームしてんだよ、さっきから。いや、ね、寝ろと言ってたんじゃないですか？わかる。ゲームもしながらっていう話じゃん、今。え、あなた寝ながらゲームできるんですか？え、あなた、いや。会話がそもそもあなた間違いすぎてる、すごく。いや。誤解になってる、あなた。いや。俺は寝ろって言いながらゲームしてるっていうふうに。俺寝るとは言ってないじゃん、俺が。わかる？ゲームするだって寝たらダメじゃないですか。いや、別に一人でしてるだから。から、一人でしてるから、そう。わかる？別に、相手してるわけではないから。そうやって感情をむき出しに出さない方がいいですよ。いや、むき出してないじゃん。あなたが伝わってないから、おっきな声ではっきり言ってるだけじゃん。いや、もう、いや、声の大きさ関係ないですよ。きちんと分かりやすく説明したらいいだけですよ。いや、だから、うまい言いだから説明してんじゃん。ちょっと、あなたちょっと語彙力が足りないですね。語彙力足りないですか？じゃあ会話になりません。じゃあバイバイでいす。や、あなたですよ。押してください。あなたですよ。永久凍結なんで、押してください、今。今のチェーズブロックしますよ。永いや、久対策。あなたにブロックされても何のデメリットもないですよ。何もデメリットもない。ただこの枠に入ってこれないだけなんいや、で。もう入る気もないですよ。あ、じゃあ落ちてくだいや、あなた、じゃあ僕もあなたブロックしときます。じゃあ押してください。早く。で邪も、魔です。いや、あなたも邪魔ですよ。じゃ、だから、落ちてくださいって言ってんじゃん。だって、あなた、バカ、あなた。だから、僕が邪魔なら、あなたいらないんでしょ？じゃあ、あなた落ちてくださいよ。この枠いらないって言っいてや、んだあから。なたが落ちたいんですよ。意味がわかんない。別に僕僕は、はネこビのさんの枠人欲しいに来たと。いや、は、僕、この枠を、あなたは主じゃないでしょ。何を言って主るんがだ。落ちてもこの会話僕は続けれ主まだすかよ。ら、僕はこのアップブリューやる。これをやりたいからやってるわけであって、別に通じない、別にその会話ができないとか、そんな興味ないから、あなたがどう言おうと。できるものはできるし、あなたが勝手にできてないっていう自己解釈をそれはしてるだけだから。いや、あなたが落ちても会話できますよ、この3人で。違う？残った3人で。かわいそうにしかならない。多分会話する気ないから、この2人は。いや、聞いてみないと分からどうないでじゃないもですいいとか。思う。あなた、この人の何なんですか。じゃあ聞いてみて、じゃあ、じゃあ。聞いてみましょうよ。ルナさんいます。ルナさんはこの悪口ばっかり言うニーノっていう人と会話してですか。本当にそれ楽しいですか。いや、僕的にニーノさんに会話するために来たから、別え、なんか、だっけとか。なんか、知り合いなんですか？普通に友人です。あ、友達なんですか？い、多分、ここにいるリエさんも友達ですよ。あ、そうですか。いや、でで、3も、人。初対面の人に対して失礼ですよ、この人。いや、あなたが失礼ですよ、だいぶ。
顔も偽ってアイコン詐欺もしてますし。そもそもアイコン詐欺してるっていうか、アイコンそもそも顔意味わかんない。それみんなじゃん。いや、みんなですよ。みんなに言ってるんですよ。それ言うと自分も含まれません？いや、僕は初期アイコンですよ。緑さんも初期アイコンでもそれ顔じゃん。え、じゃあそれ顔じゃないの？何？いや、初期アイコンで書いてないだけでしょ。それわかるでしょ。怖すぎでしょ、あなた。いや、初期アイコンで書いてないぐらいわかるでしょ。あなた目悪すぎでしょ、だって。じゃ初期アイコンの、それ顔でしょ、顔じゃん。いや、顔で、いや、いや、これ、の顔かもわかんないの。いや、だから別にいいんですよ。いや、書いてもいいんですけど、自分を偽らない方がいいですよ。すぎですよ。語彙力なさすぎですよ。いや、あなた、モテたくてやってるんでしょ、そのアイコン。モテたくてやってるんでしょって、ただ俺これいいなと思ってしただけなの。あなた男好きなんですか。いや、あなたに決められる権利はないから。なんか図星ですか？わからないですけど。それ、まあ、面白くないから落とすね。いや、逃げるんですか？